ご飯の支度をしなきゃ。声に。残念。
昔は大事だおい、働き者だったからの、どうしてあげなバカなところへあげない女房は来たもんだよ。いいぜ、うーん、なく気負ったか。おかげだ、今日はどうで、ね、おかげも大きな。おい、うず、そりゃ嘘じゃねえな、その布の話。ああ、お前だ、町に持って行けば、いいぞ、重要に行くへんだ。その布を、あの女房が折れてたな。だらだら、あの布が、決して夫の職人知らなかったんじゅうね。あたやに帰る。そこで余興がまだ、正直に物たちも全部出てしまうと、あくまと、ちょっと盛り上がってる気持ちだわ。なんですよね、美しい歌で鶴の千本に中華だな。うん、町の人がそういうな天竺まで行かには見られん珍しいものだとよ。うんず、我相手に返事を入れて攻撃してるんだろ。それがほんま、この先輩なら、とても50両は100両の差に出ねえだろ。ああ、そうか、どうだいな、そういうの先輩。これはな、生きてる鶴の羽根をね、千枚にして、折り上げた折り紙だ。はあ、あの女房、一体、どこからそんな羽根など集めてるんだろうの。あれが、あたいか？うん？なるほどね、旗が置いてある。おい、いや、なんだ、なんだ？いや、見よ、鶴の羽だ。やっぱりこれは、お前か？おお、これは鶴まで上がり込んで。おいら、その、向こうの村の運転中門で、あの村のことではいつも、どうもありがとうなに。そんでな、神さんよ、実はその布の話、おやつから聞いて、おら、向こうの村の総督地門ながちょっと話があってきたもんで、全体、こう言っちゃなんだが、こんなもんも先方にかねえ。千両これに我の話ではあのバカの誘導の
顔が随分欲がついてきて、亀のことなら結構話が分かるちゅうねんけど。うん、そらまあ、そうだが。やめなもんさ、ほら、よひょを抱き込んで、うん、どんどん布を漏らせるとしたら。そうだの。いや、もう一度だ。チンカラカンカラトントントンカ。ほら、すっかり2の飯炊くの忘れとったぞ。おい、ユキョ。は？忘れたか。向こうの村の想像だか。おい、ウンズ、おい、話。おう、ウンズ、また金儲けか。おう、あのズブさん乗ってくれば。いくらでも儲けさせてやるわ。もう布はないでよ。どうしてだ。もうあれでおしまいだってツーが言うんだもん。そげなおめえ、まあ儲けさせてやるに、うん、ほらツーが愛しいてな、愛しかどうかおめえだんだん布を売らせて金を貯めるぜ。そう、でもよ、布を折るたびに数学ぐっと痩せるよ。うん、何痩せる。おい、我の女房、いつ土下な風にして我の特性が見せない。あ、するか、うん、するか、うん、うん、いつだったか番組にオラが寝ようとしとったら入ってきて、ニャオさんにしてくれって言ったでよ。おい、オラ、いつかツルをどうにかしたこと、なんかどうな。ツルちゃん。うん、ツルなら、いつだったか、オラが畑さ、打っとったら、黒にツルが降りてきてよ。矢を打って苦しんどったけに抜いてやったことがあるわ。おい、ウンズ、この辺とかすると本物だぞ。だとすればこのね、大金儲けだ。うん、あの布がよかったかな。あの布はな、おい、ウンズ、おい、話せ。その、なんだ、あの布、やったぞって言ってる。あの布、バカ。今度は、何百年も動きちゃってるぜ。うん、貴重な説明かい。なんだ、何百両。おい、何百両だ。おう、
あんたは私の命を助けてくれた。何の報いを望まない。ただ私をかわいそうに思って矢を抜いてくれた。それが本当に嬉しかったから、私はあんたのところに来たのよ。そしてあの布を持ってあげたら、あんたは子供のように喜んでくれた。だから私は苦しいのを我慢して何枚も何枚も持ってあげたのよ。それをあんたはそのたびにお金っていうものと取り替えてきたの。それでもいいの、私は。あんたお金が好きなのだ。だからその好きなお金が手に入ったのだから、あとはあんたと二人きりでこの小さな家の中で静かに楽しく暮らしたいのよ。あんたは他の人とは違う人、私の世界の人。この広い野原の真ん中でそっと二人だけの世界を作って、子供たちと遊んだり畑を耕したりしながら、いつまでも生きているつもりだったのに、なんだなんだかあんたは私から離れていく。だんだん遠くなっていく。どうしたらいいの、私は一体どうしたらいいの。Thank you.
本当にダメよ、こんな遅くまで。寒いのにもうどこへも行かないでね。誰ともよその人とお話なんかしないでね。ね、約束してね。あんたが死ぬということなら、どんなことでも私はする。どんなことでもしてあげる。だからもうあんたの好きなお金もあるし。うん、金はちゃんとある。あの袋に入れてある。そうよ、だからこれからは私と二人きりで一緒に暮らしましょうね。うん、ほら、ツーが好きだ。私もあんたが好き。だからいつまでも今のままのあれまでいないね。ほら、本日が好きだ。Oh, yeah.
するのは好きだ。どうしたら、ズー。どうし
寒いでよ、雪の中は。都は美しいそうよ。今頃は桜がもう咲いてるっちゅうて。猫はよ、人の乗る車引いて、行さる人が歩いてるっちゅうて。つうよう話してくれたな。これなんだわ。みんなこれのためなんだわ。お金、お金。私はただ美しい布を見てもらいたくて、それを見て。都へ行っておいで。そしてたくさんお金を持って。
産儲けて帰ってくるな。うん、協賛儲けてくるな。じゃあ、いつもの約束。旗を持っているとこを決して覗いてみないこと。ね、きっとよ。ああ、覗いたりせん。そう、持ってくれるんか。そうか、ね。お願いよ。決して覗き見しないこと。もし覗いたら、それで私たちの間はおしまいよ。うん、決して覗いたりせん。うん、目安さえ来た。前の2枚分も3枚分もの会で言ってくれた。うん。Yeah.
が一歩本気だ。すごい。なんで泣くな。私はいつ
つもりで心を込めておったんだから。これはよう惚れたな。ねえ、大切に取っておくのよ。大事に大事に持っていてよ。うん、大事に大事に持ってるな。ほら、つうの言うことなら何でも聞く。だけにな、つうよ、一緒に都さん行こう。こんなに寄せてしまったわ。使えるだけの羽をみんな使ってしまったの。あとはヨーヨーを止めるだけ。おい、つう！私はもう人間の姿をしていることができないの。旗本いた空へ。
座標ミヤスーだヨタヨタと飛んでいきよるところでの二枚俺たちはありがてえこっちでいけThank you.